はいはい、今時天使軍なしマリアちゃんじゃ当たらねえっての。お、当たった。もしもし、アツシか？おう、暇だから遊ばね。突然だな。今どこ？あ、家の近くのパチ屋行く途中。またパチンコ？好きなんだから別にいいだろ。俺パチンコやったことないからさ。そうだ、俺も一緒にパチンコやる。はあ？まあいいけど。じゃあパチンコ屋の前で待っててよ。ああ、ボナペティな。俺の名前は金原智也、30歳。パチンコ好きな普通のサラリーマン。会社帰りと休みの日はパチンコ屋に行くのが日課だ。うわ、こんな感じなんだ。あのおじさんめっちゃ出てるじゃん。あのくらい出るかな。なあ、運が良けりゃな。で、どの台やったらいい？当たるやつ教えろよ。うぜえな。とりあえず神物語でもやってみたら。よし、勝って焼肉だ。そんな簡単に勝てたら苦労しないっつーの。リーチ、リーチ、なんか出てきた。なあ、これ当たる？ああ、ゴルゴダリーチか。それ期待度の低い演出で当たった。え、 よかったな。あんな期待度低いリーチで当たるか普通。結果友達は10連チャン勝ち。俺はストレート負けだった。もしもし。なあ、暇なら今日もパチンコ行こうぜ。また？まあいいけどさ。こないだ勝った話したら後輩が一緒に行きたいって。その後輩もパチンコやったことないんだってよ。じゃあ駅前のアディクトに行くか。こないだの店行こうよ。ボー、なんだっけ、ボナペティ。うん、そうそう。じゃあ30分で行くわ。アツシ先輩、リーチ来ましたよ。当たるかもな。発展なしのノーマルリーチじゃ足らないっての。やった、揃いました。おー、よかったじゃん。マジか、嘘だろ、ノーマルリーチで当たった。ビギナーズラックか。しかしこの前のアツシの当たり方もなんかおかしかったよな。結局出てんのは後輩くんだけ。アツシは出ないからつまんねえって先に帰りやがるし。今日も負けかよ。兄ちゃん、負けてんのか。あ、そうっすね。てか、この店全然出なくないですか。兄ちゃん、毎日来てないだろ。家近いんで、たまに来る感じですね。試しに3日続けて来てみろ。絶対勝てるから。またまた。いいから、騙されたと思って。負けても3日は絶対続けてこいよ。1000円とかじゃダメだぞ。ちゃんと1万は突っ込めよ。突っ込んだ方がリターンでかいからな。おはい、何言ってんだこのおっさんは。でもどうせ負けてんだから試してみるか。やっぱり今日も出ねえな。あのおっさんの言ってたこと本当か？やっぱガセっぽいよな。はいはい、今時天使軍なしマリアちゃんじゃ当たらねえっての。冷静になると3日来たら当たるってオカルトだよな。きっとあのおっさんが勝手に信じてるおまじないみたいなもんなんだろうな。あんなおっさんを信用した俺がバカだった。あ、当たった。どうせ単発だろ。しかしそこから10連チャン。その後すぐに引き戻してさらに10連した。7万プラス。あのおっさんの言った通り3日通ったら出た。あの店なんかおかしくないか。ちょっと検索してみよう。ボナペティは遠隔やってるよね。出てるのは常連と初見ばっか。は？遠隔操作？そんなこと本当にあるのか。俺は実際にパチンコ屋で遠隔操作があったのか事件になっているのか調べてみると、鹿児島県警は健康安委員会の承認を受けずにパチンコ、パチスロの基盤を不正ロムに交換し設置したとして P 店経営会社の取締役ら3人を風営法違反の疑いで逮捕。え、これ本当にあった事件なのか。神奈川県警はパチンコ機の出玉を遠隔操作できるソフトを開発し B 店のパチンコ機34台に取り付けたとして風営法違反の疑いで2名逮捕。 B 店の経営者もすでに逮捕されている。これもか。何何？ B 店は自店が雇った桜や負けが続いている常連客が他の店に流れないよう遠隔操作で強制的に大当たりを出していた。わざと大当たりを出していたってことか。これボナペティに似てるな。初めての客や常連客にわざと勝たせて店に来るようにする。だからアツシと後輩くんは弱リーチで不自然に当たりを引いたのか。普通はあんなんで当たるわけないもんな。あの常連のおっさんは負けが続くと3日目には勝てる遠隔操作で店が勝たせることを知ってたんだ。
遠隔操作は本当にある。それなら利用しない手はないな。確かによく見たらいつもいる常連が勝ってる。よし、俺も常連の仲間入りだ。それから俺は毎日ボナペティに通うようになった。負けても3日目には必ず勝てる、必ず勝てると分かってるんだから、こんな美味しい話はない。勝つには勝ったけど5万か。2日で4万投資、今日は5000円入れたから儲けは5000円。1万でやめようとしてもどうせ勝てると思うとつい打っちゃうんだよな。よし、また3日後だ。次は10万くらい勝つかもしれん。おいおい、もう5万投資してっぞ。なんで当たらないんだ。いや、3日目には必ず遠隔が入るんだ。財布にはあと1万、絶対当たるはず。負けた。6万。なんでだ。やっぱり遠隔操作で大当たりなんてないのか。でも3日で当たるのは何度もあった。全部偶然だったとも思えないし。はぁ、ん、あ、まさか、まさかメガネ。今日の朝は時間なくてコンタクトじゃなくメガネにしたんだ。メガネのせいで常連と思われなかったのか。サラリーマン姿のやつなんかたくさんいるし、パチンコ初めての挙動じゃなかったから。くそ、うかつだった。今度からは服装も注意しないとな。勝てると分かってても金がなけりゃどうしようもないな。給料日までパチンコはお預けだな。あ、寝台入れ替え、しかも3日後。寝台入れ替えに合わせて通えば絶対出る。しかも爆貸しできる可能性が高い。この機会を逃す手はないぞ。金さえなんとかすれば。はい、30万。ありがとうございます。利息は倒産、10日で3割。10日に全額払えないときはジャンプでいいから。ジャンプ？ジャンプは利息だけ払うってことだよ。10日後に10万。うちから借りて本当に大丈夫か？大丈夫です。必ず払ってよ。わかりました。借りた30万。これで3日後には大当たりが保証されてる。闇金からアホみたいな利息で借りたって絶対に勝てんだから。よし、未来へ投資するぞ。俺は3日後の寝台入れ替えを希望にボナペティへ通った。闇金の利息は徒歩だが、3日だけなら利息は3万で済む。当たれば返せないような額じゃない。朝早くから並んだおかげで3番目だな。これでいい台が取れる。2日で10万ぶっ込んで残り20万。これだけあれば金が足りないってことはないはずだ。さあ勝つぞ。勝って借金清算して今までボナペティに貯金してきた分返してもらうからな。俺は次から次と万件を台に入れていった。すぐに当たるだろうと思っていた余裕がじりじりと焦りに変わる。当てなければという気持ちとは裏腹に銀玉はどんどん飲み込まれていき、気づけば残り3000円。なんで当たらないんだよ。当たるはずだろ、必ず当たるんだよな。3日通えば遠隔操作で強制大当たりなんだ。20万だぞ。全額突っ込んで当たらないわけないのに。当てないように遠隔操作でもやってるのか。こんなの嘘だ。来週には闇金に40万、利息の10万すら払えない。返さなかったら何されるか。あの常連のおっさん、適当なことをしやがって。あいつのせいだ。あいつのせいで俺は破滅だ。どうせ今日も来てんだろ。殺してやる。おいおっさん、なんだ兄ちゃんか。俺を騙したのか。おいおい、何言ってんだ。遠隔操作でイカサマしやがって、俺をカモにしたんだろ。言ってることがめちゃくちゃで意味がわからねえが、まあ落ち着きなさいよ。負けたからって人のせいにするのはよくねえな。お前が絶対に勝てるって言ったんだろうが。いくら負けたか知らないが、金を突っ込んだのは自分だろ。自己責任ってやつじゃねえの。うるせえ。この責任は取ってもらうからな。こりゃ話にならないな。どこ行くんだ。話は終わってねえぞ。逃げんじゃねえ。待てよおっさん、トイレに逃げても無駄だぞ。なんだよお前ら。離
なさい。やめろって。おとなしくしないと腕を折るさ。わかった、わかったよ。かわいそうだと思って教えてやったのに、恩をあだで返すような真似をしやがって。3日で絶対当たるっておっさんが言ったんだぞ。俺は闇金にまで手を出して、くそ。パチンコで絶対勝てるなんて思う方がおかしいんだ。はぁ、遠隔操作してるから絶対勝てるだろうが。気づかないふりでもしてればよかったのにな。下手に騒がれると困るんだよ。めんどくせえが、こうなったからにはな。やめろ、俺に何するつもりだ。おい、近寄るな。話せ、話してくれ。これいつもの。いつもありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。